リーファイオープンジャック。さあ、僕はね、これやべえぞ。これこの対決やべえぞ。大人の世界を見せてあげよう。ああいい、持たざる者の強さっていうのを見せてあげますよ。これね、バディでこっちが圧勝してるんだよね。ごめんなさいね、本当に。あー、手札どうしよっかなあ。やべ、見えてる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 、やばいやばいやばい。何何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 先行なんで、チャージ&ドロー。どういうことだよ。うわー、どういうことだよ。なんか手札重いな。センターに煉獄騎士団団長ディミオスソードドラゴンをコール。そのままファイターにアタック。はー、いただきます。はい、よしよしよし、ターン終了ですね。12点差だからね。まあ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 、実質勝ち。こちらの20ですからね。いやー、なんかごめんね、ほんとに。チャージ&ドロー。じゃセンターにオゾン C。 あー、はい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 。レフトにオゾン A。 あー、はいはいはい。カード登場時にデッキから保存モンスターを引きたい。はい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 。おあ、まさか。あ、そこ持ってこうかな。おー、猫猫。あのね、お前が最強と言われる猫。そのままライトに猫ちゃんをコールしようかな。全然いいでしょう、全然いいでしょう。お助けするにゃ。登場時保存モンスターが1枚以上いるなら、敵の上から1枚ゲージに置く。は2枚以上いるなら、相手のバナモンスター1枚を。やだー、あの猫ね、何、あの猫凶暴なんですよ。猫に、ね、俺のディミオスがやられる。登場しただけでいいぞ。団長、何なんだよこれ。いいぞ。おかしいだろこれ。アタックフェイズ。はいはい、どうぞどうぞ。オゾン A のアタック。何点？これでオゾン C の効果でオゾンの打撃力が全部プラス1されているので、打撃力今2です。嘘やろ。まあ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 、15分の1ですよね。はい、全然 OK です。 C が3点になってる。まあ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 、全然許容範囲ですね。はいはいはい。で、こんな可愛い猫ちゃん2点になってる。猫ちゃんにゃん。猫ちゃんやばいな。あれ、エンド。こっからこっから。いや、いけるいける。まあもう実質これが最後のターンかもしれない。ドロー。手札、うん、手札何なんすか。チャージ&ドロー。まあ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 、なんか眩しいな、手札。眩しい。すごいキラッキラしてる。綺麗綺麗。センターに、うん、ディミオスソードドラゴンをコール。好きね、それ。またバディ入れやよ、ね、さらに漆黒の死神ガイトをコール。おーおー、ちょっと分かんない、ブレてた。そしてコールコースがライフ1なので、まあでもね、あの1点ぐらい全然誤差の範囲内なんで、もうこのままアタックフェーズいっちゃっていいですかね。いいよ。はい、じゃあそれでガイトで、うん、ねちょっとね、猫が実はやばいんで、 猫やばい、ね、猫にアタックした時に、うん、なんとガイトね、効果があるんですよ。なるほど。攻撃した時、相手の場のモンスター、こいつを破壊したいなと思います。うーん、いい。じゃあ、こいつなんす。おっと、シャルサーナのカゴ。え、なになに、ゲージじゃなくて、猫ちゃんを守るね。ってことは、まず攻撃を無効にしてライフプラス1、はい、ただしアタック時効果はこいつが破壊されるので破壊して、そして破壊した時、うん、サイズ分ドロップゾーンにカードを置いてください。うわ、2枚、そして2枚置いたんで、なんと2枚こっちはゲージを置けちゃう。おー、強い。めちゃ強タコス、強い。さらにディミオスはね、さっきやられたんで、はい、猫ちゃんさようならと。なるほど。猫ちゃんビビりまくりの団長だからね。じゃあ間違えます。こうやってやります。え、ローリングパンチ。何オゾンが2枚以上いるなら、なんとこれ本当は手札2枚捨てなきゃいけないんですけど、タダで使えちゃう。そうでしょ、ね、いや、相手の場のモンスター1枚を破壊。はい、さっきから何もしてないですけどね、この人ね。このオゾンのパンチになれたけど。うん、なんか納得いかないけど。あ、あ、いいですね。あ、ありがとうございます。団長って本当強いのかな。ドロー。あー、
チャージ&ドロー、うん、劇的なやつが、劇的なのが、ちょっと待って、今混乱してきた、混乱してきた、一点だね混乱してきたよ、これやべえ、やべえドローだけど、それじゃあ俺は超太陽流バロセ何バルサミコステイク2テイク2、俺はね超太陽流バルソレイユをバディーコール、まずいまずい、ライトおっ、攻めたね、ライフ1なのにソウルこいつが入ってライトに出すんで、ゲージを2払うと、さらに1点ゲイン、さっき聞いたやつムックンを変身しちゃおうかな、これこれやばいんだよ、これで、さらにね、これ知ってるかな、バルソレイユって起動効果あるんですよ、ちょっと教えてもらっていいですか、カウンターでゲージを1払って用意、うん、払ったら相手のセンターのモンスター1枚を破壊すると、ということで払えるのかな、僕はね能力をね使いたい、これを破壊したい、そしてゲージもちゃんと払いますと、おお、いいですよ、これね破壊されたぞ、これいっちゃっまずいんで、アタックフェイス、どうぞ、3点ダメージかな、まあ、まずね、まず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 、まあ、いただこうかな、そうですね、はい、6点、でさらにこれはまあまあまあ2回攻撃があるんで、うん、まあ3点いっちゃう、強いカードですね、まあ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 、ちょっとやばいぞ、はいはいはい、でさらに、はいはいはい、俺ここにねムックンいるの知ってるかな、あ、それ攻撃できるんです、ムックンで2点ダメージをまず与えようかな、まずってどういうことですか、まあ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 、まずってどういうことですか、やばいで、ちょっとね、ダメだいや、ターン終了よし、ここに来てライフ狙わずモンスターを狙っていた穴が来る1点が効いちゃうじゃん、いや、ターン終了って言ってるでしょ、よーし、ね、ドローバルソレイユがいる限り受けるダメージ1減るんで、そうソウルがあると、そう、ね、俺も気づいてた、チャージ&ドローそれ言わなければ分かんなかったおっと、ロシピまさかこれ、これあるの、じゃセンターに、はい、センター先行じゃあこれは可愛いね、これっていうことで、オッケーオッケーオッケー、ターン終了ですね、知ってるねありがとうドロチャージ最後のドローかな、これがアタックフェーズ入らせていただきます、どうぞ、まあ、僕ね猫をいじめるのは本当は良くないと思うこんな可愛いの本当に殴れますか、可愛いし猫大好きだけどバルソレイユでちょっとここをね殴りたいかな、なるほど、まあ、全力でただひたすら全力で殴りたいもう一回キュエド、まあいいや、これを使うぞシャルサーナのカゴ、ちょっとこれナメプだったかこれライフをやばい本当に殴れるんだよこの可愛い猫、ちょっとじゃあ2回攻撃あるんで、2回攻撃で攻撃に入る前にこのカウンター使ってもいい、ついに気づいたぞここで気づいたじゃあ忘れてたわけじゃないんだけどちょっと1回ねちょっとこれに使ってみたい、こんな可愛いのに、うん、でもやっぱり僕もやっぱりね、あ、アタック負けたよっしでもね最後の引きはマジで神かかってるいやすごいねやばい